宇宙ロケットの飛行士が異常な環境の中で体験を出したのだ。怪力で口からは百万のフレームを放った。燃料室の危機のため熱には強いが水に弱い。Yeah.
それのトップバッターで、そう、あのね、今回ね6回目なんですよ、組んでから。で、あのこう皆さんこう見ながら、あ、いつもあの来てくださる方多いなって。ちなみに、ジャミ大会の人、ジャミ大会を見に来た方どれくらいいらっしゃいますか？おー、あ、すみません、もう一度、ジャミ大以外を見に来た。あ、でもありがとうございます。ということはみんなジャミラを見に来てくれたぐらい。いやえ、幸せです。本当に幸せです。ありがとうございます。はい、ね、1曲目と、一番最初の、SE、ジャミラってやつ。水に弱い。うん、そう、水に弱い。関係が分かった人。SE と1曲目やった、山立のね、土曜日の恋人たちってやつなんですけど、そのつながりが分かる人。何でもいい。ミスジュ、あ、分かんないんだね。分かんない。まあいいか。これね、なんでそんな曲を選んできたかっていうと、我々のジェネレーションの俺たち洋金属のところからですね、ちょっとつながりをつけた、選んでいましたが、何言ってんの。見ると、まあ、似たような世代の人多いんですけど、そう、あなたたち思いと思って選んだ SE だったけど、裏面出たようです。分かんないですね。はい、すいませんでした。で、それが1曲目で、2曲目はあのサングラス、あの謎解きしましたけど、これはあの杉山清隆とオメガトライブっていう80年代ぐらいのやつで、2人の夏物語っていう曲です。これを知ってる人多いとはずなんですけどね。ああ、よかった、ありがとう、ありがとうって言う人はもっと世代の低い方ですよね。本当に知ってるその人たちは知ってますって言えないっていう。そんなこと言っちゃいけない。余計なこと言ってるとですね、後でまたなんか痛い目に遭うかもしれないんで、そろそろ誘ってきます。で、3曲目の方は、ちょっと近頃の曲で、我々としてはかなり新しいやつで、星野源の3ですね。はい、3知ってか、3ね、はい、っていうのを3曲いきました。あとね、半分ちょいありますけど、あとはですね、体力に続くまでぐわっと盛り上がる曲をなるべく入れてきたので、皆さんの方もですね、多分アイドリングができたと思うんで、ついてきてください。よし、じゃあ行ってみましょう。はい、I'm not afraid to die.
Thank you.
Thank you.
よし。さあ、老兵は去る。はい、ありがとうございました。次ね、最後の1曲やって、次は、さらに渋いダディアンスリリース待ってます。皆さんお楽しみに。今日はジャミロありがとうございました。最後の曲がゆるりと、また土曜日に持って明日いけよ、はい、ダウンタウン。Thank you.
すみません、写真送ってください。